こんにちは、ハイジーです。今日はセブンイレブンさんなんですけれども、多分なんですけれども、こっそりと紙弁当の方を販売されております。まだ食べてないから分かんないんですけれども、多分紙です。それがこちらでございます。てでーん、こちらなんですけれども、これがね、商品棚にあった時に僕ね、最初バターチキンカレー出たんだって思ったので、まあまあバターチキンカレーかー、なんだなんだ、まあありがちだよねって思ってたら、よく見たらこれがエビチリチャーハンっていう、エビチリをチャーハンの上に乗っけて楽しむすごいやつだったの。この色がなんかどう見てもバターチンカレーのそれじゃないって感じがしませんか？だから字を見るまではなかなかエビチリチャーハンだって気づけないんです。すごく紛らわしいんです。ウエンツエイジさんを初めて見た時のジャニーズの人なんだって思ってたら、あ、違うんかいってなっちゃった時みたいな、あの感じのような。とにかく温めていきましょうよね。こちらは500ワットで3分半ですね。レンジ待ちの間のお楽しみのコーナーでございまして、今日はね、娘の自由帳なんですけれども、娘が最近どんどんサンリオが好きになってきちゃいまして、結構ね、絵も描くんですけども、上達してきて何描いてるのか結構わかるのよ。じゃあこれちょっと見てもらいます。これなんですけれども、こう来てほら、わかるよね、何書いてるのかは。わかんの、伝わんの。で、これとか、わかるよね、結構ね。で、これとか、もう完全にわかるよね。そうなのよ。結構わかんのよ、もう何書いてるのかが。だから最近だいぶわかるんですけども、ちょっと前はやっぱわかんない時期もありまして、例えば、これとか、結局何書いてんのかわかんないって時期がありまして、しょうがないんですけれども、こうやって線もね、ふにゃふにゃしてるし、ただ、線がふにゃふにゃしてる時期ですら、唯一わかったのが、ターボー？ターボーだけはなんか分かった。完成しまして、さっきよりもエビチリがトロトロでございます。こう来ます。こう来て、そんで、で、やっぱチャーハンは下にある。あ、チャーハンはやっぱり下に、このように、セパレートされております。たまんないよね。おそらくセブンイレブンさんのチャーハンって、冷凍にしても何しても、美味しいもんね。これにエビチリをかけさせていただけるなんて、セブンイレブンさんちょっと食に対してスケベすぎやしませんかねっていうことなんですけれども、とろーんと、あらららら、らこう見る限りはエビチリの量も申し分ない感じに見えますが、いかがでしょうか。いただきます。では食べていきましょう。おいしそう。これはいつも以上に胸熱なメニューっていう感じしますが、ちょっと湯気が見えてます。いや、にしても卵まであんのは嬉しいね。チャーハンだからそれはあるか。いや、でも当たり前にあるものにも感謝をしていきたい。うん、すんごいおいしい。ありがとうございます。これは大好きだわ。大好きすぎて今口の中で食べてる間ずっとありがとうって何度も言わせてっていう気持ちになっちゃった。赤いやつだけど気持ちではグリーンだった。最初に思うのは甘くてトロトロの感じと、エビのやっぱ気持ちいい食感、プリッとした食感でございまして、後からしっかりチャーハンが主張してくるのよ。そこがまたいい。こんだけあんかけかかってんのに、最終的にチャーハンがちょっとパラッとしてたのかなっていう感じも、その歴史も感じるというか、別に僕チャーハンはパラッとしなきゃ美味しくないっていう、そういうタイプでもないんですけども、それを感じるのがすごく不思議だったし、間違いなく美味しい。うん、もうさっきのね、パラパラ感には出会えなかったんですけれども、しっかりあんかけが馴染んだチャーハンもまた美味しい。今エビがなかったんですけども、でも美味しい。で、さっき言ったように初めは甘いんですけれども、後半は辛さが襲ってきて、それはもうピリ辛くらいです。だからエビチリっていうかエビピリね。たまんないな、美味しいな。あのさ、結局のところさ、普通のお弁当はいくつかのおかずでご飯を食べていくっていうスタイルかと思うんですけども、これに関してはもうね、はっきり言ってこの味が最後まで続くんですよ。ただそれでも全然いいの、全然問題ないの。むしろこれの 1.5 倍から2倍くらいのサイズがあったとしても全然飽きずに最後までいけるだろうなっていうような、僕の中では完璧に美味しいし、たくさんのおかずで白いご飯を食べていくお弁当が一番いいって思ってた、その信念もチリソース。はい、めちゃめちゃ美味しかった。
ありがとう。続いてはこちらでございまして、しっとりホイップアンパン128円なんですけれども、これは待ってよ、美味しそうでしかないよね。あんことホイップがバーガー状になっておりまして、ちょっとしゃくれてます。さあ開けていきます、開けていきます。絶対このさ、パンの感じさ、ふわもちの感じするよね。あ、ちょっと待って、そんな別にふわふわしてる感じではなかったかもしれない。意外とパサパサしてんのかもしれませんが、食べてみましょうかっていうのと、なんかこう見ると本当にしゃくれてるのに出っ歯みたいな感じに見えてくるのが不思議だよね。では一思いにこちらから。うわ、すんごいクリームとあんこの迫力、思った以上。待って、一回これ開けてみようか。思った以上だよ。こうきますと、あんま開けさせて、あ、あれ、ホイップはこっち側だけだった。あ、見といてよかった。で、なんかちょっと笑ってるみたいな形にもなってますが、そんな感じなんだね。ただ今食べた最初の一口に関しては、めちゃくちゃホイップ飛び込んできた。だから一番最初はこのパンはしっとりもちっとしてるタイプかなって思ってたんですけども、そうじゃなく結構ね、乾いてる系のパンだったんですけども、このあんことホイップがすごい量だから、そのジューシーさで全然まかないでて、これでやっぱパンはこれでいいんだって思えてたんですけども、後半はそのクリームがなくなるのね。こっち。こっちなくなってくるってことなのね。じゃあ逆にこっち食べてみたらどうなんだろうね。ちょっとこっちから行きましょうか。せーの。こっち側から行くと結構ね、やっぱりね、パンの量が多めのあんパン。だからこっちから行く場合はやっぱりね、牛乳と一緒に行きたいかなっていうぐらいの食感だったかなと思います。あんパンの味としてはすごくスタンダードで食べやすくて美味しいので、あの牛乳さえあればいつでも張り込みができるかなっていうお味だったと思います。でこれなんですけれども、僕が沼津に行った時にホテルで食べるおやつとして買ったものなんですけども、食べたらすごくハマっちゃったというものでございまして、6種具材のお豆腐とひじきの煮物って書いてあるんですよ。書いてあるんですけれども、僕ねパッと見これ見て、なんかお豆とさ、鶏肉とひじきのなんか煮物みたいなものかなと思って買ってみたんですけども、これがね鶏肉じゃなくて豆腐だったんですよ。豆腐で逆にありがとうみたいな、すごく美味しいやつだったので、ちょっとリピートしてるんですけれども、こうきまして、はい、まあ、この感じ、まあ、見た目はさ、すごくさ、ポップではないっていうのは見た目なんですけども、豆腐だからすごく食べやすいっていうパターンでございまして、油揚げなんかもいっぱい入ってるんですけども、結構ねやっぱ美味しいの。程よい和風だしで、しょっぱすぎずいけますし、うん、でも不思議だよね、ひじきとかってさ、子供の頃さ、僕もちろん食べてましたけども、テンションがそんなに上がるって感じじゃなかったですもんね。年を追うごとにぐん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 なんか伸びてくるっていう感じ、顎の成長とともにひじきが美味しくなってくる感じ。あとこれ203円、うん、美味しい。あ、美味しい、美味しいよ。で、今日はあと一個気になったのがありまして、これなんですよ。チョコが中まで染み込んだシミチョコラスクね、美味しそうって思うんですよ。これを見て真っ先に思い浮かんでしまうのがこちらですよね。てりーん、サクサク食感のしっとりチョコ、こっちが127円、こっちが108円なんですね。だから大きいのに安いと、小さいのにちょっと高いっていう感じでございまして、量ももちろん 52g と 86g でございまして、こっちを普通なら買いたいと、でもそれを超えるくらいのパフォーマンスがあんのかっていうのを調べてみようかなと思って買ってみました。じゃあまずは僕ね、何回も食べたことがありますこちらなんですけれども、しっとりチョコの方、これみんなももう知ってますよね。これはね絶対に食べたことがあると思うんですけれども、食べますよ。うん、あのもうすんごい美味しいもん。なんかしっとりしてんのにサクッとしてる感じがすごく不思議ですし、めちゃめちゃいいの。そしたらこっち行ってみましょうか。こう見ていきますと、やはりどうやら1個の大きさの時点でちっちゃいのよ。だから食べ応えももしかしたらないんじゃないのっていう気はしますが、個数はだからちっちゃい分、個数に関しては結構入ってるかなっていう個数の感じはします。あ、うまい、ごめんなさい、
うまい。もちろんこっちもうまい。こっちも今後とも素敵なお付き合いを続けていきたいと私は思っております。大好きです。これまでもありがとう。これからもよろしくお願いしますっていう感じなんですけれども、よりうまいのは確実。こっちの後にこうして食べると、最初は食感の硬さに驚くといってもそこまで硬いわけじゃないんですけれども、ちゃんとある程度の食感があるものを自分の口の中で溶かしほぐしていくっていう、そしてうまくなっていくっていう成長過程を見れるのがこっちだね。こっちの方が絶対大きいんですけども、口の中での存在感はこっちっていう感じがしますね。なるほどね。なんかさ、美味しい。口の中でどんどん角が取れてって丸くなっていく状態が楽しめる美味しいやつ、美味しいやつでございますっていうのはいいんだ。その話もいいんですけれども、それは置いといて、また何の話っていうコメントが来てましたので紹介していきたいと思うんですけれども、片岡義雄さんからのコメント、確かに5本の指に入ります。何の話？